新しく行った美容師だったりとか、新しくねやってもらう美容師さんには絶対やらないと思います。はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、美容院に行くときにこういうことしていっていいのっていう質問って結構お客様からいただいてたりとかするので、それについて、答えていきたいと思います。はい、ということでまず一つ目なんですけど、髪の毛ってなんか結んでいっていいのみたいな感じで聞かれることが多いんですね。で、基本的になんですけど、なんか癖だったりとか、その髪質、なんか気になる髪質ってあるじゃないですか。自分ってなんかうまいことこういう風にスタイリングできないとか、なんかそういう悩みがある方っていうのは、あんまりね、結んでいかない方がいいかなと思います。結んでいくとね、なんかその癖自体の、本来の癖自体のがちょっとわからなかったりとか、あとね、美容師さんが、まあ例えばシャンプーして乾かしたりするときに、その癖がなくなったりとかする可能性が結構高いので、できれば本当に自分でね、バーっていつもやってるスタイリングで、行かれる方がベストかなと思います。それと付随して、スタイリング剤ってつけてっていいのみたいな感じでね、よく聞かれることが多いんですけど、基本的にね、もうバチバチつけてきて OK です。やっぱりね、普段してるスタイリングだったりとかを見たいので、できるだけね、普段通りにつけていってもらえたらなと思います。で、必要な場合だったりとかね、まあ大体なんか美容室とかで絶対洗うので、もうその辺はあんまり気にしなくて OK かなと思います。で、あと、まあ直前にシャンプーしていった方がいいのって結構ね、聞かれる方も多いんですけど、直前にシャンプーしなくても全然大丈夫なので、美容院でね、シャンプーもするところですし、まあ普通に例えばですけど、なんだろう、まあカットとかカラーとかっていうのは、絶対シャンプーするじゃないですか。で、例えばですけど、スタイリングだけの時とかは、時間がなかったりするときは、ご自分でね、自宅でシャンプーしていった方がいいかなと思うんですけど、時間がある方に関しては、シャンプーしていかなくてもいいかなと思うので、その辺もね、合わせて覚えておいていただければなと思います。でね、洋服、バブとかやったら青山でやってるので、皆さんね、おしゃれして、来ていただける方ね、お客様が結構多いんですけれども、やっぱりね、近所の美容室行かれてる方だったりとかって、もうなんか近所だからラフな格好で行こうみたいな感じで、行かれる方も多いかなと思うんですね。でも、美容師さんってね、トータルで結構見たりします、お客様の。なので、来た時のファッションだったりとか、まあ、さっき言ってたスタイリングだったりとか、この方にはこういう色が似合うな、こういう、カットが似合うな、こういうスタイリングが似合うな、みたいな感じで、トータルで結構見たりとかね、することが結構多いので、できるだけ、ね、普段いつもしてる格好、ね、なんかちょっと手抜いたりとか、あんまり行き過ぎても良くないかなと、頑張り過ぎても良くないかなと思うので、普段される格好、まあそういうスタイル、例えばカジュアルが多いんだったらカジュアルな、ファッションだったりとか、ちょっとね、綺麗めな感じで、ずっとされてる方っていうのは、綺麗めなファッションで行かれると、トータルで美容師さんは見るので、それでヘアスタイル作っていくので、できればね、服選びも、しっかりとね、普段通りで行っていただければなと思います。あとは、画像みたいになるじゃないですか。こういったヘアスタイルにしたいなとか。で、それで持っていかれる方多いかなと思うんですけど、まあ、基本的にあった方がいいです。その方がね、カウンセリングもしやすいかなと思うので、なんかこう、例えばですけど、なんとかブルーアッシュとかってなんかこう、名前で結構ね、覚えて、言ってこられるお客様もいらっしゃるんですけど、なんか色って本当に結構幅広くて、で、例えば SNS で書いてる色だったりとかっていうのは、それが本当に正しいかどうかっていうのもちょっと僕らとしてもわからない。もうパッと見た感じでね、美容さんで名前つけたりもするので、それがね、世間一般的に皆さんが、じゃあ例えばそういう色に見えてるかって言ったらそうでもなかったりもするので、できればこの色みたいな感じで、まあ、画像があれば、それに合わせて、カウンセリングもしやすいかなと思うので、そういう風な画像のね、特にカラーリングとかやったら画像を持ってきてください。で、カットに関しても、まあ、横向きだったりとかでも全然いいかなと思うんですけど、できれば前だったりとか、横とか、後ろとか、まあ、全カットが載ってるやつとかの方が、イメージしやすいかなと思うんですよね。まあ、僕らとしてもサイドだけの、まあ、こう、切り方っていうので、こういう風にしてくださいっていうので、お客様に、その画像を見せてもらって、で、そのまま切ったりも全然するんですけど、ただね、イメージできてるかなってちょっと不安になることもあります。なので、なんかこう、前で正面の
感じの画像があると、お客様だったらこういう風な形になりますよみたいな感じで、僕らとしてもねカウンセリングしやすいかなと思うので、でなんかイメージ共有も、まあ、お客様と、まあ、美容師側で、イメージ共有もしやすいかなと思うので、できればね正面の画像もあるといいかなと思います。はい。で、あとね、ブリーチ毛だったりとかね、ハイトーン、明るめのカラーの方って結構ね、いらっしゃるかなと思うんですけど、そういう方っていうのはね、カラーシャンプーだったりとか、カラートリートメント、そういうのをやられてる方が多いです。で、できればですけど、まあ、その美容室予約した、まあ、1週間前ぐらいからちょっと使わない方がいいかなと思ってます。なぜかというと、色味がね、ちょっと変わってきやすかったりもするので、で、それの、ね、色味が変わってきてる状態でカラーのせるとちょっとね、カラーのズレが出てきたりする可能性があるので、できればね、1週間前からそういうカラートリートメント、カラーシャンプーはちょっと使わないでいただいて、で、ちょっと抜けた状態で美容室に来てもらうと、仕上がりのね、カラーに結構近づきやすいかなと思うので、まあ、あくまでもね、こう美容さんがちょっと失敗しないように、まあ、お客様に喜んでもらえるようにカラーね、選定してやるんですけど、なんかちょっとね色味が入っちゃうと若干のズレがちょっとあったりもするので、できれば1週間ぐらいは使わないでいただければなと思います。で、最後に、どうしますかみたいな感じでね、カウンセリング最初にするときに、基本的になんか似合うようにお任せしますっていう感じで、言われる方も多いかなと思うんですけど、新しく行った美容室だったりとか新しくねやってもらう美容師さんには絶対やらない方がいいと思います。なぜかというと、その美容師さんもわからないし、正直ね、パッと見た感じで、まあ、カウンセリングしてる状態でだったら、なんか、どういう髪の毛が似合うかなとか、なんかどういう髪型が好きなのかなっていうのを、まあ、情報共有できてない状態。なので、例えばこの髪型が似合うって美容師さんが思ってたとしても、行ったお客様は、こういう髪型似合うっていうのは分からなくて、でも私ちょっとこういうの苦手なんだよねっていう感じになるパターンもあるんですよね。なのでできればですけど、なんか画像があってこういう風な感じにしたいっていう風に、なんとなくのイメージを持っていっていただいて、でファッションもね、普段着てるファッションでいくと、でトータルで見て、でなんとなく、こういうイメージがついたなと思ったら、系統は大体、このお客様はこういう系統が好きなのかなっていう風に、美容師さんも把握しやすいかなと思うので、でまあ大体3回ぐらい美容室にね行って、その方に聞いてもらったら、その後は全然お任せでも僕はいいかなと思います。ただその3回とも、気に入るかっていうのは大前提だと思うので、まあ、気にならなかったらまあ行かないとは思うんですけど、まあ、大体ね3回ぐらい行ったら、まあ、美容師さんも大体分かっているので、そこでお任せって言ってもいいようにね、してくれるかなと思いますので、ね、一番最初行った時は画像を持って行っていただいて、同じね自分が普段着てるファッションだったりとかメイクだったりとかをしっかりとして、ご来店されるといいかなと思います。で、3回目以降はお任せでも大丈夫かなと個人的には思っておりますので、ぜひ参考にしてもらえたらなと思います。はい、今回はね美容院に行く前の準備についてちょっと紹介させてもらいました。またこの動画良かったらね、いいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。でね、こういう動画が見たいとかなんか、あれば、どんどんねやっていきたいと思っておりますので、コメント欄に、書いていただければと思います。はい、それではまた次回の動画で会いましょう。皆さん、さよなら。